照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ、まずはマリーンズの先発岩下が ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然負けるわけにはいかない。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか？引っ張った、レアード素晴らしい反応を見せた。アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、ナイスプレーでしたね。バッターは新井。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。岩下、まずは先頭バッターを打ち取っています。最近3連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているマリーンズですが、まずはこの不振からどうやって抜け出すかということが課題です。打ちました、セカンドゴロ。取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは注目のルーキーデイビス。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。引っ張った、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで5試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。いいコースですが外れています。これが2球目。引っ張った、一二塁間を破る。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット。1対0、序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ、注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターは九里。前回のゲームではなんと4本のホームランを放っています。マリーンズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の打ちました。センターに強い打球、伸びていく。どうだどうだ。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、2対0になりました。マリーンズなおもピンチです。厳しいコースだったんですがタイムリー、得点を許しています。あのコースに意図があってバッテリーも納得してるなら気持ちを切り替えるしかないでしょうね。立ち上がりを攻められています。さあマリーンズ、得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。まあ、ただ相手がチャンスによく打つバッターですから、ここは配球には気をつけていきたいです。打ちました、取った。一塁送球、判定はアウト。スリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2回の表7番から始まるバファローズの攻撃。バッターは鈴木。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どうだ。入れば貴重な、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。マリーンズその差を3点に広げられる痛い一発となりました。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。その差を3点とされています。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターは注目のルーキー羽田。マリーンズこの回追加点を許しています。打ちました、高い打球、レフトが追いかける、追いかける、突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。4対0、ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。
バッターは山下。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。これが初球。初球打ち。この打球はフライになっています。ショートに任せます。鈴木抑えてワンアウト。打順はトップに帰って大石。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ2球目は何か。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間確入ったソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。マリーンズ追加点を許します。5対0。いやこれは失投でしたね。そうですね。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えられてましたよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターの新井、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど。ここはその好調さを見せたいところ。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは3番デイビス。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。次が2球目。打ちました。高いバウンド。ショート取った。アウト。2アウト。打順は4番小栗。まあマリーンズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど。そうですね。引っ張った。ファーストを取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。5対0。小宮山さん、大きく失点してしまいましたが、ここからぜひ持ち直してほしいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、もう本当にこれ打った。右中間に強い打球。これはどうか。ボールはそのままフェンスに直撃。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。バッターは6番金村。まあマリーンズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど。そうですね。バッターの金村、今シーズン得点圏での打率は5割9分。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。さあバッターは鈴木。この打席でホームランを放てば今シーズン60本。まあ西さん、今シーズンは初球打ち。ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。掴んで2アウトです。打順は8番羽田。先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、2アウトになっています。ノーボール1ストライクです。引っ張った。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。6対0になりました。マリーンズなおもピンチです。まずはボールから入りました。引っ張った。高いバウンド。レアード一塁送球します。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。これから4回バファローズの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは大谷。今シーズン27試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね。まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていき、打った。大きな打球になった。さあどうだ。真ん中を破りました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。まずは見送ります。ワンボール。バッターボックスの新井、今シーズンの得点圏打率は5割9分2厘となっています。インサイド、高い打球右中間へ。この打球はフライになっています。上がりすぎました。
ライトタッチアップ。打順は3番デイビス。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナー3塁です。打った、これはどうだ、センターへ抜ける、サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、7対0。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには指名打者の小栗。初球打ち、この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、8対0。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターは5番クリ。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけません。初球打ち、大きな打球になった、ライト下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。10対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。いい当たり、伸びていく、外野大きな打球になった、まんまん中左中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4連打、ワンアウトランナー2塁となりました。さあ初球は何か、ファウルになります。さてバッターボックスの鈴木、バッターとしてはどういう特徴がありますか。打ちました、鈴木一塁へ送ります。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックスは8番羽田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、引っ張った、ヒットになった、セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、ホームに送球する、ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました。オリックスバファローズ12対0。マリーンズもうこれ以上点はやれません。マリーンズピッチ、さあマウンドを任されたのは石崎、今シーズン13試合目の登板です。3連投ということになります。初球打ち、ここは打ち上げています、取ってツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重にいってほしいですね。打ちました、センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、センターオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁到達、バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、13対0。マリーンズなおもピンチです。バッターボックス新井、まずは見送ります。ワンボール、2球目打ちました、取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。13、西さん、今日の展開ですが大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか。まあこういう、打ちました、これは浅いフライ、この打球は落ちるか、どうだ、レフト前ヒットになります。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやそうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。初球打ち、打球はセンターへ、ここはフライになっています。センターが取りました。打席には5番バッタークリ、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ワンアウトになっています。打った、センターバック、センターバックする、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁まで進みました。
これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。打席には6番バッター金村。まあマリーンズとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。打ったスタンド一直線、文句入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで4試合連続のホームラン。初球でした。弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。7番バッター鈴木、先ほどの打席は内野安打でした。インサイド見送っています。外れていきます。ボール先行です。打ちました。打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよ。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。この山下、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてると言ってましたね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打った、中村取って、ツーアウトです。打順はトップに帰って大石。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントに一、二塁間、中村掴んでスリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。ZOZO マリンスタジアムからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、打順は2番新井。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。マリーンズ厳しい展開で6回を迎えています。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。打った、高く上がった、これはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。さあ、バッターボックスには指名打者の小栗。まず際どいコースをついてきました。ボール、バッターの小栗、今シーズン得点圏での打率は5割。引っ張った、井上、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターはダイソーから起用されているブライアント。ワンアウトランナー三塁です。まずはボールから入りました。高めのボール打ちました、センターへ打球伸びる。さあサードランナーはどうする、つかみ、タッチアップ、サードランナースタートを切る、サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。マリーンズもうこれ以上点はやれません。打順は6番金村。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきて、打ち上げた、ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。これから7回バファローズの攻撃です。7回の表
西さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてませんよね。いや、もちろんですね。これだけね、お客さんも来てくれてますから。初球打ち、これは大きい。伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。2球目打ちました。レフトを追う、センターを追う、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、マリーンズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打順は9番山下。打ちました、浅いフライ。この打球は落ちそうだ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打、ノーアウトランナー二塁です。ファウルになります。バッターボックスの大石、今シーズンの得点圏打率は5割。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには2番新井、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。打ちました、伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。ドレーパー背番号33、引っ張った、高いバウンド取った、一塁そのまま入ってアウト。バッターは DH 小栗、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。バファローズこの回7人目のバッターになります。外へ持っていきましたが入りません。この球は見送ります。4球目は何で来るか、ファウルになります。空振り、ここはランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、引っ張った、打球はライトへ、この打球はフライになっています。岡が抑えて3アウトチェンジです。しかし8回まで来ましたバファローズの攻撃、バッターボックスには6番金村、今日はホームランを放っています。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出れ、打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、マリーンズもうこれ以上点は、マリーンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは長野。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1900、引っ張った、取った、アウト、スーパープレイ。バッターボックスは9番山下、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。セカンドランナー動けずワンアウトとなりました。打ちました、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、打った、大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、マリーンズなおもピンチです。バッターは2番新井、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。
バッターボックスには代打の村上。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。まずはボールから入りました。2球目打ちました。三塁線落ちてフェア、セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット。マリーンズなおもピンチです。今日はダイソーで途中出場のドレイパー。バファローズこの回7人目のバッターになります。まずはボールから入りました。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには指名打者の小栗。ちょっとすっぽ抜けた感じです。一塁牽制セーフ。空振りになります。インコース決まった。ワンボールツーストライクです。高めのボール、これはどうか。セカンド取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。6番バッター金村。さっきツーベースを放っていますからね。ええ、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。バッターボックスには代打の粟口。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。ライトバックバックバック入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム10本目のホームラン。マリーンズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。はい、バッターボックスには代打の吉田に代わりまして、吉田バファローズのバッター吉田背番号0。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。これで6試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには9番山下。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットで。バッターボックスには代打の古久保。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打った。左中間に強い打球。さあどうだ。満々中左中間破っていきました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。左中間、はい、バッターボックスには代打の水口。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ファウルです。ワンストライクです。レフトに持っていった。頭上を越えた。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ追加点を挙げました。マリーンズなおもピンチが続きます。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは南。さあマウンドに上がったのは南。今シーズン11試合目の登板です。まずは見送ります。ワンボール。痛烈
レフト見上げるだけ、入った、ホームラン村上。さらにダメ押しの一発、今シーズン第63号のツーランホームラン。これで今日3打点。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。打席には3番バッタードレイパー、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。切れました、ファールボール。打ちました、右中間へ打球伸びる、ここは打ち上げています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。ZOZO マリンスタジアムには大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズの21回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。バッターは注目のルーキー新井。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。小島、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー小島、そしてキャッチャーは田村。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していく。セカンドの右抜ける、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、マリーンズ先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中。打ちました、この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット、1対0。序盤から試合が動いていきます。ここで先制点を奪われてしまいました。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さあ、そして打席には小栗入っています。さあ、ピンチは続いています。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。バッターの小栗、今シーズン得点圏での打率は5割3分3厘となっています。いや、随分と高い率ですね。ここも打ちました、ここはフライになっています。ファーストが構えます。井上が掴んで2アウト。さあ、そしてバッターボックスにはドレイパー入ります。さあ、2アウトながらピンチは続きます。まずは見送ります、ワンボール。
アウトコース外れます。ボール先行です。引っ張った、ファーストを取った、アウト。スーパープレーが飛び出しました。ご覧いただきましょう。走りながらの候補ファインプレーが出ました。しかしこの回バファローズ見事な攻撃でした。バッターの金村、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど。ここはその打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウト。バッターは粟口、昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。セカンドの左抜ける、ワンアウトランナー一塁です。バッターは注目のルーキー田田、昨日はホームラン3本を含む5安打の大活躍でした。初球打ち、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。マリーンズその差を3点に広げられる痛い一発となりました。マリーンズ追加点を許します。3対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいました。この後の投球に影響が出てしまうんでしょうか。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターは山下、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。マリーンズこの回追加点を許しています。打ちました、高く上がった、これはどうか、センターオーバーのヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これで3連打、ワンアウトランナー二塁となりました。緩い変化球、まずは見送ります。インサイド落ちました、これはどうだ、ピッチャー取った、アウト、ツーアウト。さあそして打席には新井入っています。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。入れました、ファウル。抜けていれば貴重な追加点というところでした。惜しいですね。はい、インコースわずかに外れてボール。引っ張った、ファーストが前に来る、井上一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。3回の表、オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。ブライアントバッターボックスに入ります。先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。よく決めてくれましたね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。痛烈な打球、高い打球、センターの入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいました。ホームランです。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは今日 DH に入っている小栗。初球は何で来るか。引っ張った、さあどうだ、この打球は落ちそうだ、ヒットになった、ノーアウトランナー一塁です。打順は5番ドレイパー。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきた、ヒットエンドラン、切れました、ファールボールです。まあ今のは仕留められてしまったという感じ。ランナースタート、ヒットエンドラン、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。これで3連打、ノーアウトランナー2塁1塁。さあそしてバッターボックスには金村入ります。さあ追加点は許したくないところ、まずはボールから入りました。このクロスファイヤーはいいですよね。はい、ストレートが決まっています。打ちました、鈴木、一塁送球します、アウト、ワンアウトです。
さあそして打席には粟口入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、まだピンチは出していません。引っ張った、中村一塁へ送ります。ツーアウトになりました。8番バッター多田、マリーンズこの回1点を失っています。さあ4点を離され、なおも得点圏にランナーを背負う。初球打ち、打球はレフトへ、この打球はフライになっています。清田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回4回に入っていきます。バファローズの攻撃、9番バッター山下、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。マリーンズビハインドで迎える4回です。これが3球目、ファウルになります。打ちました、これはどうか、セカンドの右抜ける、これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って水口、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。牽制、1塁はセーフ。2球目は何で来るか、大きく外れました。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、真ん中打ちました、この当たりはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、バッターランナーは2塁まで進みました。水口、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー3塁2塁、いい当たり、ライトの深いところ落ちた、2塁ランナー3塁も回った、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、バファローズ追加点、6対2になりました。マリーンズさらにピンチが続きます。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。点が入りました、リードを広げられています。さあそしてバッターボックスにはブライアント入ります。さあなおもピンチが続きます。まず何を投げてくるか、インサイド落ちました、強い打球、これはスタンドへ入りそうです。入れました、ファールボール、ノーボールワンストライクです。ノーボールツーストライク、バッターボックスのブライアント、今シーズンの得点圏打率は5割7分7厘となっています。すごい数字ですね、ここも期待十分ですね。はい、期待しましょう。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する、これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー3塁1塁、ちょっとタイミングはずれました。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー、ドカーンと大きな当たりです。打った、突き刺さった、スリーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン、真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。なんとも痛い失点となります。ここは当然という交代でしょうか、マリーンズピッチャーを変えます。さあマウンドを任されたのは大谷、今シーズン28試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。空振り、得意のボールでストライクを取りました。これが2球目、あっという間に2ストライクです。打った、右中間に大きな打球、これはどうか、フェンス直撃、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスは6番金村、まあマリーンズとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい、低め決まってストライク、ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました、取った、一塁へ、アウト、ここは送球が間に合っています。バッターボックスは7番粟口、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナー3、引っ張った、これはどう、
ファーストの左抜けました。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。10対2マリーンズ。もうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番羽田。初球は何から入ってくるか。初球打ち、打球は左中間へ。ここは打ち上げています。清田が掴んで2アウト。バッターボックスは9番山下。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン。サード取った。一塁送球。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー二塁一塁。打ちました。ショートの左抜けました。ホームに送球。これでマルチヒット、ツーアウト満塁です。打席には2番バッター新井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。ヒットで満塁としています。カットボール、ここは見ます。落ちるボールです。次が5球目。落としてきましたがこれは外れます。満塁でフルカウントとなりました。押し出しでさらに点差を広げます。このフォアボールはバファローズ1点追加します。押し出しでの得点、11対2になりました。マリーンズなおも満塁のピンチです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。これが4球目。打った、スタンド一直線、文句なし、入った。満塁ホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。マリーンズ追加点を許します。15対2になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。打ちに決まりました。ノーボールツーストライクです。3球目外れました。打ちました。ライトへ打球伸びる。ここはフライになっています。岡が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。西さん、今日の展開ですが大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか。こういう時こそね、自分のバッティングというのを大事に。打ちました。これは浅いフライ、ライン際に打球が飛んでいる。ライト線フェアです。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。切れていきます。ファウル。打ち損じてしまいましたね。そのようですね。これもファウル。バッターの金村、今シーズン得点圏での打率は5割8分6厘となっています。クリーンナップ打ってもおかしくない。すごい真ん中打ちました。これはどうか。セカンド取った。一塁送球アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックス阿波口。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトランナー三塁です。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました。ファールボールです。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点を許さないつもりですね。そのようです。真ん中打ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。マリーンズピッチャーが変わります。右バッター。さあマウンドに上がったのは種市。今シーズン19試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。打った、レフトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。
バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。マリーンズなおもピンチです。バッターボックス山下、今日はここまで猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかないといけませんよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。空振り、これは速球に負けました。すぐに追い込みました。真ん中打ちました。これはどうだ、ショートの横抜けた、バックホームする。これで4打席連続のヒット。ツーアウトランナー3塁1塁。打ちました、高いバウンド。中村一塁送球します。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。タイムリー内野安打。マリーンズもうこれ以上点はやれません。2番バッター新井、先ほどの打席で押し出しのフォアボールを選んでいます。いや、よく選びましたね。打ちました、取った、一塁を送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。今日は打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには指名打者の小栗、今日はホームランを放っています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。痛烈な打球、高く上がった、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。いやか、バッターボックスには5番ドレイパー、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになった。これで3連打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス金村、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを1塁に置いています。アウトコース、空振りです。低めはこれは入っていました。ノーボールツーストライク。打ちました、左中間に大きな打球、さあどうだ、センター左へのヒット。バッターランナーは2塁到達、これで4連打、ノーアウトランナー3塁2塁です。まずはボールから入りました。よく見ましたね。外の変化球わずかに外れました。失投気味でしたが空振りを取ります。バッターボックスの粟口、今シーズンの得点圏打率は5割3分7厘となっています。いやー、すごい数字ですね。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ワンアウトです。バッターボックス羽田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやー、さっきはやられてしまいましたよね。はい、ワンアウトランナー2塁3塁です。ワンストライクです。打った、大きな打球になった、レフト下がっていく下がっていく、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。マリーンズ追加点を許します。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターは9番山下、今日はここまで4安打を記録しています。まあここまで当たっていると配球も難しいでしょうね。打ちました、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで5打席連続のヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。あっと、デッドボールだ、当たってしまいました。2番バッター新井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。デッドボールのランナーが出て2塁1塁となっています。初球打ち、この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、ホームに送球する、ファーストランナーもホームイン、バファローズが突き放します。右中間へのタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。マリーンズピッチャーが変わります。
今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。セカンドの左抜ける。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。センター掴んでツーアウト。三塁へ送球。5番バッタードレイパー。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。初球打ち、ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ツーランホームラン。これがチーム7本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターは6番金村。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。初球大きく外れています。これはサードレアード抑えてスリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。西さん、こういった試合は流れを引き戻すというのは簡単なことではないですよね。いや本当ですね。まあ精神的にきつい試合になってしまいましたね。打ちました。鈴木取ってワンアウト。打席には8番バッター羽田。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。石崎まずは先頭バッターを打ち取っています。打ち上げました。これは大きい。伸びていく。ここは打ち上げています。2球目打っていきましたがセンター掴んでツーアウト。打席には9番バッター山下。今日はここまで5安打の大活躍です。いや怖いバッターですね。初球打ち伸びていく。この打球は落ちそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで6打席連続のヒット。2アウトランナー2塁。引っ張った。サード取った。1塁へ。1塁アウト。3アウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。バファローズ大量リード。8回の表バファローズの攻撃。バッターボックスは2番新井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、マリーンズ厳しい展開で8回を迎えました。体に近いところボール先行です。外れていきます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。打ちました。浅いフライ。ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがライト掴んでワンアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さん、打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで7打席連続のヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐん打球入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール。打った。取りました。これで3連打。
ワンアウトランナー一塁となりました。打席には6番バッター金村、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナー打った、センターに強い打球伸びていく、どうだどうだ、センターオーバー、